裏世界のダンジョン攻略。このフィールドに4つあるダンジョンをそれぞれクリアすると、各塔から供給されるエネルギーがオフになって、中央塔にいるボスを弱体化できるらしいよ。腕に覚えがあればそんな回りくどいことをしなくてもいいんだが、俺たちは絶対安全な方法で攻略するのがモットーなんだ。ダンジョンにあったあのスイッチってこのためだったのね。つまりリスクを背負えば他のダンジョンを飛ばして中央島のボスを倒しに行くことができるのか。はっ、二つ目のダンジョンに入るぞ。わかった、油断しないようにね。荒野の島に四つあるダンジョンを攻略すれば、ここのボスが少しずつ弱体化するんだよね。うん、そうだと思う。今のまま戦ってもかなり苦戦するだろうし、地道にダンジョンを攻略していこうよ。頼んだわ。
程度問題ないわ。キリトには負けてられないわ。先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。分かった、みんなでボスを倒そう。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。これならどうだ。まだ余裕だぜ。頑張って。なんだ。
もう大丈夫。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。これは、はい、これは、このくらいなら大丈夫だな。頑張って。まあ、こんなものか。見かけ倒しか。こんなもんか。たいもない。やったー。よし、倒したぞ。奥の扉が開いたよ。行ってみようよ。でかしたキルト。これで中央灯のランプが一つ消えたはずね。残りのダンジョンにも行ってみようか。はい、回復するぜ。始めるぞ。始まるか。一丁やるか。俺様の実力。おめでとうです。Take!
てやる。てっはっはっはっこのマジですげえよキリト。